はい、こんにちは。スクーティーワカメと申します。それでは今回から新しいアイワナということで、こちらですね、視聴者さんにおすすめいただきましたアイワナビーザバンダルやっていきたいと思います。バンダルって何ぞって思いまして、調べてみましたら、野蛮人とかね、破壊者になりたいっていうことで、結構物騒ですね。で、ハリゲーなんですけど、結構難しいかもしれないです。レインボートラップより難しいかもしれないんで、積む可能性は大いにあります。が、まあ、やってみましょう。せっかくね、おすすめいただいたということは、僕でもできるだろうということで、おすすめいただいてるんだと思うんで、何事もね、挑戦ということで、じゃあ、やってみましょう。じゃあ、セーブデータ1に、データを作って、ニューゲームですね。はい。あれ?レインボートラップパターンだな、これ。なんか言ってるよ。Oh boy, I can't wait to go visit the new. わかんなかったですね。行きましょう。なんか動きがゆっくりだな。こんなゆっくりなん。君は ?Welcome, you must be here to visit our tower.Our moment. 行こう。この野郎、お前も喋るんだろう、なんか。Brave kid, I hear you are headed for the top. My hero, I'll be waiting for your return. 私のヒーローよ、また帰ってきてくれよって言われてんのかな?本当にね、英語力はね、依然としてないままなので、行こう。タワーがどうのって言ってたな。ん?どうした?おい、落ちるぞ。下見たな。この顔。今の顔かわいいな。どんな、こんでハリゲンなんのかな。あ、違うな。レインボートラップパターンかと思ってたけど、そういうわけじゃないな。なんでこんな動作ゆっくりなんだろうな。再起動してみようかな、早々に。とりあえずセーブしたら再起動してみます。なんか、めちゃくちゃゆっくり。これが仕様なわけないと思うんで。なんでこんな重いんだ。重いな。まあ、記念すべきファーストですを。はい。こういうゲームオーバー画面か。で、1って書いてあるところ見ると、またなんか100マップとかあんのかな。さあ、再起動してみたんですけど、依然としてね、なんかもっさりした感じですね。これが仕様なのか。まあ、行ってみましょう。はい。やってりゃ慣れるでしょう。あう!はい。なんか今のところ全然野蛮な感じがしてないんですよね。はい。あぶね。はい。で、ネズミ返し。オッケー!で、ここに入れと。前、サファイアやった時もなんかすごいもっさり最初してて、動作大丈夫かなって思いながら始めたんですけど、結局大丈夫だったから、これも何回かやってりゃ普通の動作になるのかな。はい。は。はい。ここだな、問題は。オッケー!ようやくいったな。で、あう!はい。これ苦手なんだよな。危ねえ。え?こんな感じだな。で、一回そこですよね、多分。はい。逆になんか、ゆっくりの方がいい練習になるな。はい。は。で、ん?あ、その下か。合う。は。で、こ。ここが怖いけど、はい。で、一回こっちだな。あ、こんで上から行けよと。なるほど。どのタイミングだろう。この辺?あ、いいね、いいね。最高のタイミングでしたね。で、合う。もうセーブがないんだな。やべ、危ね。
はい、あ、うっそ。は、はい、ここまでは全然来れる。にゃっ。で、ここに降りろよと。はい、オッケー、まだいける。あれ、ちょっと待って。はい、ここもタイミングだな。そんな感じか。はい、はい、あぶね。怖いってこの辺。にゅっ。はい、オッケー、意外といける。で、その下。はい、うっそ。はい、ここは分かってきましたね。はい、で、こう届け、オッケー。はい、で、早めにこう。死にたくない。はい、オッケー、いった。で、一回合う、一回ここで、はい、一段ジャンプで行ってこうで、意外といける。合う、くそ。ここは意外となんとかなりそうだな。はい、で、問題はここ。オッケー。はい、まあさすがにね、まだ3マップ目ですから。オッケー、なんか新しいとこ来たけど進めてみましょう。で、下のここで、これ2段ジャンプ復活させるやつだから、あっ、難しいかもな、これ。常に水中にいるみたいなんだよな。はい、はっ、 OK で、こっ、よし。で、え、ちょっと待って待って、どうやっていくのこれ。え、え、ちょっと待って、やばい、これで、あ、いける、よっしゃ、やっといった。え、ここもこういう感じだな。意外と、意外と右側はなんとかなりそうだな。はい、で、にゅっ、そこの足場か、今度。プロディジーの、あの、最後、SGGK のマップに比べればマシですね。右左って動いてるリンゴがすごくやらしいから、あれをどうするかだな。はい、もう行ってみよう。あ、行けそう。行ったな。はい、おっしゃ、なんだかんだで行けた。で、また、またこの、またこのギミックだな。セーブ遠くない今回。え、あ、いや、いけそう。でも、目標としては、どんどん後半難しくなるの分かってるんで、序盤は10マップぐらい進めたい。あ、う、やべ、危ね。は、にゅっ。そろそろいけそうな感じはしてるんですよね。この挙動にも慣れてきた部分はあるんで。オッケー、はい、こ、よし、いった、ようやくいった。で、こう、ん、あ、そこか、また2段ジャンプを、ここむずくない、ここ結構いっぱいいっぱい飛んで大丈夫か。はい、ちょっ、はい、で、問題はここ。オッケー、うーっそ、針にビビっちゃうとダメだな。こ、よし、あぶね、びっくりした。ん、何、ん、何その罰は、ん、どういうこと、
これは？ん？この黒いリンゴだと無限ジャンプみたいになる。って、あーってことだな。二段ジャンプも復活。あ、しますね。勢い大事ですね。はい。は。は、よっしゃ！もう本当に勢い。で、ここも同じだな。そこでまた二段ジャンプ復活ってことでいいんだよな、これ。いやいやいや、結構上の方じゃないとダメそうですね。はい。ここまでは全然いいから、問題は、割とマジで、ここ。はい。ここ。オッケー！でっていう。え？いけるもんなのかな？ちょっと！え？なんか、一連の流れとして、序盤はかなりスムーズになってるから。はい。で、勢い！よし！行ったでござる！どうしよう、なんか、最初10マップとか言いましたけど、もうちょっと難しくなってきてるんで、今回このぐらいにして、次回ですね、またここから先を進めたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。